はい、やってきましたけどね、先週来たんですけどね、大変なことが起きましてね、一番リクエストのところがね、取れなかったんですよ。はい、またやってきました。おー、ここいいね。あ、展望台があるんだな、すごいな、展望台。どこだ、展望台は。ここか、休憩所やな。はい、そしたら上上がってみましょう。この前、道の山古墳まで来たんだけどね、問題はね、古墳の手前から全部動画撮れなかった。残念。ほんで、わざわざショート動画も撮っとるんだけど、それも撮れなかったね。はい。リクエストいただいたけどね、そこだけ撮れなかったからね、もう一遍今日来ました。非常に珍しい古墳でございましたね。一辺が10メートルぐらいの古墳ですけどね、なんと石碑が2基あるということでね、珍しいんでございます。昔々聞いた話によるとね、この付近にはもうちょっとね、古墳があったんじゃないかという話をね、聞いたことあるんだけど、西郡公園の中にはね、今1基しかね、ないということになってるんだけどね、どうでしょうね。はい、ここでございます。こっち行ってみようか。たまにあるんやけどね、動画撮れてないけどね、あれは辛いね。本人は撮れとるつもりで一生懸命撮ってるやからね、ここから上がるとこですよ。はい、上がってみましょう。看板があるから看板見てみましょうかね。道の山古墳、一辺10メートル、石碑が2基ありますからね、面白いでしょう。まあ非常に珍しいんだけどね、大概一気が多いんだけどね、石碑石棺というのは。はい、ちょっと見てみましょう。大きさが10メーターぐらいで、こういうなんですけどね。終末期の古墳なんかの古墳でございますからね。天井石を持ってますか。ちょっと待ちながら、や、これはおかしいですね。これはちょっとおかしいんじゃないかな。ね、どう考えても。こんな霧石は使ってないだろう。13、6、10、終末期やから、1200、300年前やからね。ちょっとおかしいかもしれんな。こっちは。これはやっぱちょっとおかしいね。可能性としてないかな。わしもいっぱい見とるけど、こんな石碑見たことないぞ。何が問題か言うてますとね、これが問題だ。これが、この石が、切石がね、これ切石やんねやったら全部切石やるはずやからね。普通はこんなんやつだな、こんな普通の野面積みにこんな感じやろうけどね、ちょっとおかしいですね。いやいや、これちょっとおかしいね。この上見とんのに全然気がつかんかったね。回ってたからね。道あるんですよ、道。さて、見てみましょうか。なんて書いてあるの？復元しました。調査も復元しました。はい。
1300年前。わかりました。抜き取られてるか、やっぱりそうですわ。花崗岩をね、使ってますということで。はい、ありがとうございました。道の山古墳でございました。